ただきます。いただきます。はね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 は下回り、キャビンと下回り、はい、カッパです。とりあえずはまた多分センター走ってるんで汚れるとは思うけど、まあとりあえずは綺麗だったんで、さあ綺麗綺麗、さあ雨降ってきたね、出発したいと思います。はい、関東麺いただきます。麺1000円です。いただきます。あ、細麺でうまそう。細麺にすごく美味しいです。ごちそうさまでした。イエーイ、はい、整理車が終了しました。とりあえず帰ってきて洗車機だけ入れて、せっかく洗ったのにまたエンカレがちょっとついてたんで洗車機だけ入れました。はい、よし、じゃあこれからあの半分下ろしていきたいと思います。どうした、2024年1月じゃないや、2月の12日の月曜日、振り替え、今日は休日、今、この人羽生で2箇所で下ろして、帰ってきて、ソルの散歩してます。それで、連休でした。はい。連休ってことで、今日明日連休で、明後日朝から仕事です。そんな感じで、あ、今日は帳簿終わらせて、この後、あと動画アップロードしたり、まあ、ちょこちょこやりながら、ソル君とドライブまで行けたら、タイヤも買わなくちゃいけないんで、今日の朝、まあ、ちょっと、いろいろと回れたらいいなと思ってます。ソル君の駐車場しなくちゃいけないし、かわいそうに、もうワンちゃんが義務化されてるから、駐車がちょっとかわいそうです。はい、本当は打たなくてもソル君元気だし全然いいのに。どうした？ガム持ってきた？イエー！ソル君、ただいま狂犬病の注射終わってきました。味噌汁作って終わる、作り終わって、ご飯、卵、うん、作り置きのきんぴらと、サラダと、うん、味噌汁、いただきます。
2024年2月の14日本日バレンタインデーということで、ソル君にチョコレートは、犬にチョコレートは良くないので、ソル君に何か買ってあげたいと思います。昼仕事を抜け出してソルの散歩ちょこっと行ったら、また仕事戻ります。あと1回戦やったら終わり。はい、そんな感じ。 Yeah! 2024年2月の16日寒いです、今朝。それで朝のソルの散歩から昨日9時ぐらいに仕事終わって、久しぶりに東京です。一日ぶり。寒い。また寝る開催で。風が寒い。冷たい。それは元気。今味噌汁作るんで、今日も長野の信濃市、さっきもう畔上さんのお米なくなっちゃったんで、いぶきで、いぶきの松屋でご案内買ってきました。大盛り、はい、でお湯だけ沸かして味噌汁だけ作ります。遠くはこの金の国産大豆もある。だし出ました。わかめ。あ、ちょうどいい、美味しい。すごいね。いいね。はい、松屋に買ってきた大盛りご飯です。はい、大盛り220円。なんか松屋の買うところがちょっと変わってて使いにくかったです。ケースが味噌汁にあとネギ、ネギとかを入れて
ぼちゃも持ってきたんで、かぼちゃの煮付け。かぼちゃも煮付けあります。いいね。甘い。はい、これはいつも通り。キムチ、玉ねぎ、スライスキムチと。はい、俺の大好きな天ぷらです。レンコンと磯辺揚げ、はい、そんな感じで、いただきます。いただきます。下煮た納豆も控えてます。小さな下煮た、はい、最高。うん、スーパー5軒ぐらい回ってやっと見つけた下煮た納豆、小さなその煮た煮てあるのか、なかなか見つけられなくて、最近納豆がなかなか食べれませんでした。その納豆食べてから普通の納豆、安い納豆はもう食べられなくなりました。それくらい小さな下煮は最高に美味しいです。すげえなんか暑いけど、エアコンついてんのか。
からしなくなったんで、新しいからし今度ハウスのこの線からしになりました。はい、こうなりました。いつ見てもうまそう、いつ作ってもうまそう、ペーストじゃなければ。はい、じゃあいただきます。One night, 一生。